マスコットとは人々に幸運をもたらすと考えられている人、動物、物のこと。身辺において大切にする人形や何らか団体のシンボルとする動物などである。マスコットは人や動物だけとは限らず、植物であったり、色であったりすることもある。英語のマスコットという語,の語源に関してははっきりしていないところが多く、またこの言葉が 人々の間で広く使われるようになったのは19世紀のオペレッタ作品によるので、まずは19世紀の用法から説明し、そこから順に古い方へと起源をたどる形で説明を試みる。一般にこの言葉が広まったのは、1880年にフランスの作曲家、エドモンド・オードランが制作したラ・マスコットという大の喜劇オペレッタによる。これは、 ある家に住み着いた妖精がその家に住むイタリア人農夫に幸運をもたらすという物語である。これは翌1881年にはかなりトーンダウンした形で英語に翻訳され英語圏で上演され、このような意味、用法が人々の間に広まった。オードランが作品名にマスコットという言葉を用いた19世紀、フランスの方言にはマスコットという語があり、 魔法使いの魔術、神秘になってくれる妖精、幸運をもたらすものといった意味で用いられていた。このフランス語の方言のマスコットの起源ははっきりしないが、おそらくプロヴァンス語のマスカートである。このマスカートの語源はマスコでその起源をさらにたどると、コップロヴァンス語のマスカでそのマスカの起源となると確かなことはわからないが、 中世ラテン語のマスカのマスコットは、青と金の山嵐イギリスやアメリカでは、大学や高校さらには中学校には、スクールマスコットが定められている学校がある。企業のブランドと関連したマスコットは、企業マスコットと呼ばれる。自動車のラジエーターグリルの上やボンネットの先端に付けられたものは、フードマスコットとも呼ばれる。近年では、個人のウェブサイトにおいても、 マスコットが存在するケースがある。またカバン等につけるミニサイズのぬいぐるみもマスコットと呼ばれる。詳細はネイティブアメリカンマスコットに関する論議、先住民に由来するスポーツチーム名よびマスコットおよびアメリカのスポーツチーム名よびマスコットにおける宗教的象徴を参照人間型のマスコットはしばしば論争の種になることがある。 例えば、米国イリノイ大学のファイティングイリノイのマスコットは人種問題の観点から問題視された。このような問題はイリノイ大学のような大きな学校に限らず存在し、アルフレッド大学のサクソン人の騎士を模したマスコットはサクソン人の優越を示すものとして抗議を受けた。日本ではタバコや酒などにマスコットやキャラクターを用いることは控えられており、 未成年に対して影響があるとのことで、しばしば販売者側と日本アルコール問題連絡協議会等の間で問題となっている。近年の例では、札幌ビールのどん絞り用ネなどが挙げられる。ありがとうございます。